夜のツタンカーメン発車いたします。トゥリードゥントゥードゥンワンドゥンゼロー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今週もやってまいりました、夜のツタンカーメン。75億光年に一人の逸材、桜庭つゆきとアシスタントのギャオでございます。今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ギャオちゃん、今週もやってまいりました、夜のツタンカーメンということで。はい、楽しいですね。そういえばギャオはさ、先週何も言ってないけど、うん、ギャオもほら旅をしてきたじゃないですか。その旅話ないんですか。ロサンゼルスに。まあざっくり言うと時差が分かってなくて、はい、マイナス17時間ですよ。そう、飛び立った日の次の日に着くと思って、その日から宿を取ってたから、はい、着いたら、はい、昨日だったんですよ。で、まず宿が取れてなくて困る。ああ、どうしたのそれ。宿、同じホテルで取ってもらったんですけど。あ、取ってもらったの。英語できるのギャオ。あんまりできない。日本語は大丈夫だったんで。あ、日本語大丈夫なホテルだったの。です。すごいね。すごい早く予約したから割引だった分が、うん、その全泊一泊でチャラになるっていう、うん、あ、すごいね、ことが起きまして、それとセットで、うん、帰国日が一日遅くなるっていうのもセットでありまして、うん、仕事に支障が。怒られた。怒られないんですけど、はあ、結局、なんかすごい、丸々一週間休んじゃって、はあ、すごいね。まあ、ごめんねっていうのをやりましたね。アメリカは時差あるって計算しなかったの？しなかった。そんなに時差があると思わなかったの？なんとなく、チケット取ったんで、安いと思って。だって帰国日書いてあるじゃない？書いてないんですよ。書いてなかったの？フライトの日の、うん、日にちと時間は書いてあったんで。着時間書いてなかったと思うじゃないですか。いや、次の日着くでしょ。次の日だったんですよ、私の感覚だと。次の次だったの、はい、ああ、はい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 。もう気をつけていかないで。楽しかった、ロサンゼルスは。楽しかったけど、うん、すごいそういう小さな、うんうん、もっと調べとければもっと楽しかったと思います。あ、小さな、なんていうか、ミス、失敗、落ち込みなどを含みつつ、うん、すごくいい旅でした。ユニバーサルスタジオ行かなかったの？行かなかった。なんで？一人で行かないでしょ、あんなとこ。行くよ。何すんの？家行ってやるよ。やる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 。やんなかったんです。で、なんか、ロマンスなかったの？ロマンス。ロマンスはないけど。ロマンスの神様来なかった？ロマンスの神様は来なかったけど、うん、黒人のおじさんに話しかけられました。ほう。うん、で、ついてた。怖かった。ついてかなかった。行けばいいのに。いや、God bless you とか言って、口調かっこよかったですよ。ほう。じゃあ、なんもなかったの？うん、ない。あら、もったいない。で、一週間丸々行って。うん。あら、そうなのね。次は頑張る。よし、じゃあ次は頑張ろう。ということで、はい、今週はですね、まあ先週お話ししようと思ってたけども。うん、そう、気になってたんですよ。ルミカペさん。そうそうそう。函館、ね、あ、間違えました。函館じゃなくて、帯広にね、行った時に、はい、まあ2日間お世話になりました、このペンションのね、カフェ&レンタルスペースって書いてあります、ね、そうそうそう、まあ泊まれるスペースになってて、はい、ここなんといっても翡翠小太郎大先生もお泊まりになったというね。 あの世界の翡翠小太郎大先生もお泊まりになったんですね、はい、世界の大ベストセラー。また来てくださるといいですね。あ、そうですね、うん、で、まあこちらで講演させてもらってね、2日間ね。で、こちらのこのご夫婦が、はい、まあ素晴らしい方ですよ。まあ本当素晴らしい方で、まあぜひね、まあ帯広のパワースポットですから、うん、まあ本当行ってほしいんですけども、で、僕ほら、僕ね、もともと、天文学的な健康オタクですよ。ああ、詳しいですね。もう天文学的な健康、だからどこ行っても、うん、桜さんなんでそんなに肌が綺麗なんですか？確かにツヤツヤしてますね。まあいつも日清サラダオイル被ってるからなんだけども。だと思いました。だと思いました。だから本当健康オタクだから、うん、もうね、だから一番大事なのは水ですよ。サラダオイルじゃないの？サラダオイルじゃない、水ですから。とにかく宇宙人浄水器の水を飲むっていうのが、まあこれ、いいね、これもう絶対、これも基本中の基本なんで、うん、もう皆さんもぜひ宇宙人浄水器の水をね、ぜひ飲んで、はい、まあ検索したら出てきます。もう7000いくらで安いですからね。はい。ギャオも宇宙人浄水器だよね。はいはい、最近カートリッジ変えたばっかりです。そうでしょ。まあとにかくあれは美味しいからね。うん、で、まあ僕そんな健康オタクですから、はい、まあいろんなとこで講演させていただきますよ。はい。その時に、まあ講演が、終わった時に、てか僕の講演ってさ、はい、もう8割方女性ですよ。8割、9割女性で、女性、うん、女性の方多いです。たまにオール女性とかあるんですよ。うん、で、終わると、その女性の方たちが、まあ、
キャー逸材タロットやって今タロットもあるけども終わった後ほら握手を求められるんですよ。はいはいはい、はい、で握手を求められた時に、うん、僕が一番心が痛いのは、うん、なんたって冷え性の女性がめちゃくちゃに多い。うーん、たまにさもうなんか氷みたいな手の女性がいるのさ、うん、冷えは良くないって言いますけどね。そうだから僕その女性と握手するたびに、はい、もう冷え性半端ないから、うん、もうホットヨガ行こうとか、うん、朝起きた時に、うん、もうキパワーソルトを、うん、もう小さじ1杯飲もうとかさ、うん、まあ、そういう話をいつもしてたんですよ。いいですね。で、うちの妹も、うん、もうとにかく冷え性が半端ないんですよ。そうなんですか。もう35度ですよ。あ、もう、これはもう病気の巣窟ですよ。ね、体温高くしないと。だから、うちの妹も、うん、とにかくホットヨガ行けって言って、うん、ホットヨガに行かしたんですよ。うん、で、ホットヨガに行かしたら、体温がねだいぶ上がったんですよ。あ、やっぱりいいんですね。ものすごくいいんですよ、うんうん、でうちの妹なんかもやっぱりその冷えがひどいから、うん、生理不順が半端ないんですよ。冷え性ってそこら辺にも来ちゃうんですね。もうねやっぱね5度台前半の女性って結構いるのさ、うんうん、この5度台前半の方たちがこの生理不順とかひどくて、うん、だからもう私3ヶ月来てない、だからうちの妹がもう3ヶ月来てないとか平気で言ったりするわけ。辛いですね。もうこれさもうダメじゃん、絶対ダメじゃんか、うん、だからもうそ、まあ、まずいよって言ってさ、でそうするとさまた生理が来たら来たでめちゃくちゃしんどいからさ、ね、もう起き上がれないぐらい、もう冷え性の人っていうのはさ大体この生理痛がひどいから、うん、だから僕もいつもそのね握手した時にこの手が冷たい人とかいた時にかわいそうだなとか思って、なんとかねだからホットヨガ行った方がいいよとか、うん、もうキパワーでその塩でもう朝ねお湯で塩入れて飲んだ方がいいよとかさ、うん、あ、いいですね、でもいう話をいつもするわけですよ、はい、でなんかこう根本的に治るような方法がないのかなと思った時に、うん、このルミカペさんっていうのが、うん、もう二人旦那さんとね、はい、お二人でやってらっしゃって、ね、ご夫婦でご夫婦でやってるんですけども、はい、まあ天文学的に素敵なご夫婦ですよ。うもう本当に素敵で、はい、でやっぱりすごいこだわってるわけですよ。ここでその出してるね食べ物とか、うん、もう全部そのさ、うん、オーガニックとかさ、うん、すごくこだわって食べ物も、でこのねルミカメさんのご主人が、うん、あれなんですよ、作るもう切らさないように毎日作ってるらしいんだけども。はい、カレーがやばくて、うん、僕カレー大好きなんですよ、はい、もうカレー大好きでもう毎日カレー食べてもいいぐらい好きなんだけども、うん、このねご主人の作るカレーね僕ね多分ね3本の指に入るぐらい美味しかったんですよ。そんなに感動レベルですか。いや感動ですね。だから初めて食べた時に、うん、おかわりしちゃったし、うん、次の日の朝もすいませんカレーにしてもらえますかっておかわりしちゃったし、そうもうとにかく美味しいんですよ。食べてみたい。で、まあそのね、うん、そこの、まあ、奥さんがルミさんって言うんですけども、うん、まあこのルミさんとね、はい、公演終わった、まあ次の日の朝すごい時間あったから、はい、いろいろお話をさせていただいたら、はい、やっぱり、この、すごくこだわってるわけですよ、こう健康とかね。うん、そんな中で、うん、ルミさんがね、いろいろこう熱く語り出したんですよ。はい、この健康、やっぱその女性を、こうどうやって元気にしていくかとかさ、うん、そういう部分にものすごくフォーカスしていて、はい、で、実はね、やっぱり、最近女性はね、ものすごくもう冷え性が多いんですとかいう話になってさ、うん、それもうまさしくビンゴですよ。僕も世の女性の体温を2度上げたいと思ってるから、うん、いいですね。37度ぐらいがいいですね。やっぱ37度ですよ。基本は37度ぐらい熱くないと、うんうんうん、だってもう35度台ってさがんが一番ね増えていく温度、うん、そう、しかも5度台後半ならまだいいですよ。5度台前半なんていうのは、うん、もうやばいですよ、うん。朝は起きれないしさ。抵抗力もね、もうほんと病気がちだし、ほんといいことないから、うん。で、ルミさんがそんなことを言い出した時に、あ、実は僕も、その女性の冷え性をね、うん、すごく何とかしてあげたいと思ってるけど、どうしてあげたらいいかわかんないんですよね、なんて言ってる時に、うん、ルミさんが、ちょっとつまら面白いかな。なんで面白いですか、今必死に喋ってますよ、実在は。すいません。で、その時に、うん、いや、実は私のところで、うん、女性のね、ために、布ナプキンを作ってるんですっていうわけですよ。はい。で、僕も布ナプキンってさ、知ってますよ。今流行ってるっていうか、一部でね、うん、皆さん使い始めてますよね。じゃあもう自由が丘に住んでるから分かると思うけどさ、自由が丘のさ、はい、駅降りたところにさ、はい、布ナプキンってものすごいでかい看板あるの知らないですか？
エレベーター、知ってるでしょ？エレベーター降りた時に、ものすごいでかい看板で、布ナプキンっていうのがあってさ、なんだろうこれみたいな感じだったんだけども、まあ僕もその、今の、ほら、あの、女性のさ、その生理用のナプキンっていうのはさ、もう、ケミカルなんてもんじゃないですよ。もう相当、もう相当悪いじゃないですか。でね、あれってね、やっぱルミさんすごく熱く語って教えてくれたんだけども、やっぱりその、吸収力がすごすぎて、もう何でもかんでも引っ張ってきちゃうんだって。すごい CM してますよね。ジャバーみたいな、ね。そう。もう何でもかんでも引っ張ってきちゃうから、もうとにかくもう、やばいらしいんですよ、うん。もう使ってるだけでとにかくもう体調悪くなるし。ああ、あれが原因で。もうあれが原因で。弱い方は辛いかもしれない。もうあれが全部原因なわけですよ。うん、で、昔の人なんていうのは、もうそんなないから、もう全部ね、トイレで済ましたらしいですよ。うん、だから勝手に出てくるようなことはないんですよ。ああ。僕、それ知らないよ。女性じゃないから。うん、でもさ、なんか、よく知らないけども、俺ギャオもこういうダダ漏れ系なんでしょ。まあ、一般的ですよ。いやそれ一般的なの？ダダ漏れ系っていう括りはちょっと、でよくわかんないけど、よくわかんない。俺僕男性だからわかんないけどさ、女性ファン減りましたよ。ラーメンじゃない。プロデューサーが怒ってるよね。いやわかんないですけども、でも本当昔の人たちっていうのは、なんかね、あのそういうのをね。教えてくれる人たちとかにいたらしいんだよね。なんかでも自分で調節というか。そう、だから昔の人たちは本当にトイレで流してたって言うんだよ。で、それができなくなってしまったのはなぜかというと、あのナプキンのせいで、もうみんな麻痺しちゃうんだって。そういう力をね、その、ま、ナプキンしてるだけで、みんなその力がなくなってしまうっていうわけさ。便利っちゃ便利なんですけどね。そうそう。やっぱスポーツ選手とかさ、やっぱね、それ使わなきゃいけない時とかあるんだろうけども、でも、だからそれで、あの、ルミさんは、自分で布ナプキンを研究して、自分でその布を仕入れて、仕入れただけじゃなくて、自分のとこでね、なんかその、染めたりとかしてるのよ。なんかその、もう超オーガニックなやつで、染めたりしてて、ものすごく、体にガンがないもので。そうそうそう。だからものすごい研究なさってるわけ。で、完成、ナプキンが完成して、で、それを自分の周りの人たちに使ってみてってやったら、もうね、みんな元気になってくんだって。そんなに違います？で、ほら、女子高生とか、女子高生とかいるじゃない？女子高生とかって、あの、普通さ、保健室にばっかりいる人たちっているんだって。ああ、貧血とか。貧血気味で。うん、で、もう、生理とかになると、もう超しんどくて、もうずっと保健室にいるような子供たちに、この布ナプキンを、あげたんだって。そしたら、すごく元気になったって言って、なんかね、自転車に乗ってお礼に言いに来たとか言ってさ、遠いところから。でも今、あの、聞いたところだと、やっぱ布ナプキンにして、体温37度になったって。いや、そうですよ。いや、ほんとそうなんですよ。身近な人がいます。いや、ほんとにそうなんですけども、で、もうこれね、全部、一枚一枚、そのルミさんがね、手で縫ってるんですよ。一枚一枚。それはあったかいですね。もうあったかいですよ。それで、僕、そんなこと言われたからさ、僕、この布ナプキンをさ、これから広めていかなきゃいけないよ。ああ。やっぱさ、女性の体温を、上げるためにも、やっぱり、もう布ナプキンですよ。で、このやっぱね、布ナプキンにするとね、早く終わるんだって。もう大体3日間で、3日間で終わるらしいんですよ。長い方、まあ、不純な方とかって、来ないってなって来たらね、すごい長い。1週間ぐらいかかるんですか？の方も多分いらっしゃる。だから、この布ナプキンを僕絶対的に世に広めたいと思って、で、本当にね、僕調べたんですよ。結構ネットとかで。こうしたらやっぱりこれ、もう商売にしてる人が、っていうかもう会社が商売にしてるじゃないですか。だからもう完全にもう企業ベースですよ。完全になんかもう大量生産して、なんかオーガニックですみたいな感じで言ってるけども、おいおい、本当かよ、みたいなさ。はい。だってもうこのルミカペさんで作ってるやつはさ、もうルミさんが全部やっぱこう愛情を込めてそれを使ってくれる女性たちのが少しでも元気になってくれればいいっていうさ、ものすごい愛の波動が入ってるわけですよ。ね、今今日今ここに持ってきてるけども、材料がルミカペさんで買ってきた。そうそう、買ってきただから僕買いましたよ。これもうさ、本当に世に広めなきゃいけないしさ。で、僕ほら公園でしょ、女性の方いっぱいいるでしょ、だからみんなにこれを持って行って、教えたいわけですよ。これは何？
これ大中小って3種類あるんですよ。あ、そういうことか。そう。で、なんかね、うん、ルミさん、僕これルミさん絶対これ、うん、もっと世に広めましょうって言ってさ、うん、で、ホームページあるんですかって言ったらないって言うから、もうすぐ作りましょうって。まだホームページないんです。で、今作ってますから、ブログあるっぽいですね。そう、ブログあるんです。だから、うん、帯広、ルミカフェって検索したら出てくるので、うん、中店カフェ、ルミカフェですね、はい、だからルミカフェさんにね、ぜひもう電話でもメールでもいいからして、うん、もうぜひこれね買って試してほしいですよ。いいですね。だから布ナプキンだったら業者いっぱいありますよ、うん、でもみんなもう商業ベースですよ、うん、もう完全に利益追求主義の会社ばっかりだから、うん、もう絶対僕はねこのルミカフェさんのところで、うん、この手で縫ったねこのナプキンをぜひ、だからギャオもルミカフェさんのこれ使ってくださいね、本当にね。うん。なんかさ、ちょうど身近にも使ってる人がいて。ギャオも冷えしょ？うん。あ、冷えじゃないんだ。大丈夫。いや、でもさ、これ絶対使おうよ。一時期から大丈夫になりましたね。使おう。絶対使った方がいいよ。オッケー。もう、とにかくもう女性の方にね、うん、少しでも元気になってもらいたい。本当に。うん、でね、やっぱりこう、見て、業者っていうか、その、ホームページとか見るとさ、うん、もう、なんか、可愛くさ、綺麗に作ったのとか、売ってますよ。このね、本当に、何なんですかね、和紙ではないんですけど、すごい優しい感じの布に。優しいですよ。全部手縫いで。全部手縫い。端をね、ま、祭り縫いみたいにしてあって。そう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 。祭り縫いっていうのかな、わかんないですけど。だからもうね、優しい感じ。波動が違いますよ。もうとにかく。うん、もう何が違う？波動が違う。波動が違う。波動が違う。もうそのルミさんの、うん、もうその女性に元気になってほしいっていうその波動がね、うん、これに詰まってるので、もう絶対これをね、使ってほしい。だから、女性の方は冷えで悩んでる人もいるしさ、うん、生理痛がひどい。で、朝が起きれない、うん。もうとにかく全部その冷えから入ってるわけだから、うん、その冷えを取るためにも、まず、この布ナプキン使ってほしい。冷えはね、大変なんですよ。大変なんだよ。なんか毛布出すのめんどくさくて、うん、しばらく羽毛布団で過ごしてたら体調崩しちゃって、うん、3日間寝込んで、うん、っていうかまあそれはギャオの場合ほらね、もう邪気が四種の神器がさ5000人いるからしょうがないんだけども、確かに部屋もあれですけど、うん、毛布をね出したら治ったんで、でとにかくねこの伝えたいのは冷えが大変だっていう話なんです。だからこのルミカフェさんのこれを使えば、うん、もうギャオの冷えもさようならですよ。もうさようならさようならさようならですよ。これダメです。こう公園で持ってって宣伝するんですから。うん、だからルミカフェさんで買ってください。だから、うん、ね業者で買えば安いですよ。うん、でもルミカフェさんで買った方が、でも安くないですか。いやでもいやいや業者見ると、うん、ホームページ見ると、うん、布ナプキンやってる大きな会社とかもう大量生産のさ、うん、なんかもうメイドインチャイナみたいなやつが売ってますよ。あれダメですよ、うん、もうとにかくルミカフェさん、うん、もうルミさんとにかくルミさんはこれからもうこの布ナプキンに命をかけるんですよ、命を、うんうん、この女性を元気するためにこの布ナプキンでもう世界に出るといくわけなんですよ、あの方は。はい、だからこの講演もしたいって言ってるから、もういいじゃないですか。だからもうそのルミさんを呼んでね、うん、その講演をぜひ私の街に来てくださいとかさ、うん、だからネットでルミカフェって検索して出てくるので、ぜひもうルミさんに電話をして、うん、もう私の街に来てくれとかさ、私の家に来てくれとか、うん、ぜひ呼んでいただきたいですよ。もうとにかく暑い。Facebook のページあります、ね。あ、Facebook もありますよ。うん、でアメブロもやってるでしょ。ブログはね、ブログも始めるんですよ。アメブロじゃないですけど、ありますね。まあ、とにかく、うん、まあ、ルミカフェさんに行ってね、うん、ぜひ、この布ナプキンをね、ぜひ買ってください。心と体がほっこり、にっこり日だまりのような空間。そうですよ、本当にもう。ルミカフェさん。本当にね、もうあのご夫婦素晴らしいですよ、うん。もう感動です。もう、でも旦那さんの作るご飯は美味しいし、カレーね。もう、ルミさんの作るこのね、この布ナプキンもすごいし、ね、またね、僕がこの、経験してないからさ、あんまり熱く語れないけども。結構熱く語ってましたね。熱く語った熱く語ってた。よそ見してた。ちょっと怒ってたじゃないですか。あ、怒った、怒った。すごく怒った。だけど、ほんとね、もう、とにかく僕、女性に元気になってほしいんですよ、うん。やっぱこれからの時代は、うん、女性が元気になっていかないと、うん、日本は良くならないですよ。でそのためにも女性はもう全員が37度にならなきゃダメなんですよ。うん、もう37度になったらめちゃくちゃ元気ですよ。うん、だってもう病気はしない、風邪はひかない。そうなんですよね。そう。とにかく、ね、体温は平熱を37度にするには、うん、このルミさんのこの布ナプキンを使う以外方法がないっていうことですよ。うん、もうこれね。広めることにしたんですか？そう。だってプロデューサーも使ってるって言ってたけども。プロデューサーもね。プロデューサーも使ったらものすごく体調良くなったって。うん、37度。37度でしょ。だからもう、ここも基本なんですよ。うん。でもほら、
なんか布ナプキンってね、なんか洗うのがめんどくさいとか思うと思うけども、うん、そこなわけですよね、うん、私も知ってはいたんですけど、うん、とても私に扱える気がしない。でも一番大切なのはさ、体調だよ。そんなことない。あ、洗うの簡単だって言ってたよ。もう慣れたらすごく簡単だって言ってた。本当、うん、じゃあもうギャオも絶対やってください。ギャオでもできる。ギャオも絶対やってください。もう物臭なギャオでも、もう憑依されてるギャオでも大丈夫。憑依バージョンでも大丈夫。憑依されても大丈夫。とにかくこれをやれば、部屋が汚くても大丈夫。絶対、だから部屋を掃除したくないというのは、平熱が低いからやりたくないんだよ。ああ、なるほど。やる気が出ない。とにかくパッションだから、パッション。だから、ギャオもこれからのパンツはもう赤。赤。情熱の赤でいかないとダメ。だから僕もずっと赤だよ。パンツはもうずっと赤。本当に。で、ギャオもパンツ毎月変えてる？変えてない。ダメじゃん。言ったやん、パンツ毎月変えてって。いいよ、新年に新調したから。それもう古いよ。もうそのネタ古いですよ。僕これラジオで言ってないのかな？あの、毎月パンツ変えようねって話しました？言った、毎日変えてる人もいるとか言って。あ、そうだよ。あ、毎日変えてる人どうした？思い出しました。うん。思い出したよ。あのね、もうやっぱり、このやっぱツタンカーメンの影響力がすごいから、はい。その、もう報告来ますよ、いっぱい。講演とかね、もうメールでもいっぱい来るけども。毎日捨ててます、みたいな。そう。そしたら、もうね、パンツ毎日捨ててる人、彼氏が本当にできるね。嘘。うん。よ、何それ。いや、本当に？ちょ、詳しく。だから、時間のいっぱい詳しくその話してください。パンツ、だから僕言ったじゃないですか。あの、使い捨てにするって。だから、言った。だから本当にね、運気を大切にする人たちで、パンツと靴下は絶対二度と同じの履かないっていう人たちが結構いるんですよ。これ何の、どうなったか教えてください。何のためかっていうと、運気を上げるためなんだよ。で、毎日、だから結局毎日パンツを同じの履かないようにしたら、なんと、彼氏ができましたって人が今まで3人いるんだよ。すごい確率。すごい確率でしょ？すごい確率。うん、今ちょ、目が覚めた。いや、すごい確率ですよ。それでね、これね、俺本当にね、笑っちゃうんだけど、これね、この話したら、ちょっと怒られそうだけど、ちょっと、これね、ヘビーリスナーの人だから、まあいいや。この、名前言うと、名前は言わなきゃいけない。名前言うとまずいから絶対言わないけど、安田さんっていう男性なんだけど。男性じゃん、しかも。いや、これね、本当に僕にメッセージが来たんですよ。安田さんから。安田、僕ね、その、安田さんいつもありがとうございます。安田さんヘビーリスナーだからさ、男性でね。で、この安田さんが、僕のところに、僕、その時安田さんって面識ないから、会ったこともないしさ、聞いたことも寝たこともないから、知らないのよ、安田さんが。安田さんが誰だかさっぱりわかんないわけ。その人からさ、すっげえ熱い超ロングメールが来たわけ。で、坂野さんいつもありがとうございますと。で、坂野さんのラジオを聞いて、もう僕ベッドも捨てました。ソファーも捨てました。本棚も捨てました。食器棚も捨てました。洋服ダンスも捨てました。床面積も広げました。床全開磨いてます。みたいな感じの人来たわけ。もう暑いでしょ、で、その人が、佐川さんの放送を聞きました。はい、で、佐川さんは日銭の、その20枚で4320円っていう話をしたので、僕は、それをすぐ買おうと思って調べましたけども、どこにもありませんってわけ。僕が喋ってるのは、レディースの話だよ。そうだ、そうそうそう。僕、メンズの話なんか一ギリともしてないよ。いや、今ちょっと見失ってたけど、そうだそうだ。僕の講演とか、もうラジオ聞いてくれる人さ、男の人、まあ、いるけどもさ、メインが女性だから、僕、女性に向けて発信してるからさ。日銭にさ、それで、もう話面白いな。こっから盛り上がってくるな、この安田さんの話は。この安田さんね、面白いから、ほら、俺4、その40枚でさ、はい、あ、40枚だっけ ?20 枚で4000円。安いって言ってましたね。20枚で4320円。で、これはさ、20枚だからさ、3週間は履けるわけでしょ、だから、これ試してね、とか言ったけども、安田さん、ないから、日銭にわざわざ、電話してんだよ。その夜のツタンカーメンの桜庭さんという人が、20枚4320円っていうパンツがあるっていう急に聞いて調べてるんですけど、ないんですけど、どこにあるんですかと。そしたら、2000から、いや、弊社にはそのメンズでそういうパンツは置いてないんですっていう、言われたんだけど、桜庭さん一体、桜庭さんの言ってる、そのパンツは一体どこで売ってんですかっていうメールが来たんですよ。で、僕、それさ、もうなんて答えていいか分かんないですよ、もう。なんか注目するポイントが若干ずれていらっしゃる気がしますね。で、それ返事しなかったんですよ。うん。返事しなかった。東京の方なんですよ。困ってたらね。東京の方なんだけども、その方が、なんと、そのことを言いにだけ、僕に会いに札幌に来てくれたんですよ。飛行機に乗って。飛行機に乗って。公演やるって聞きつけて。はい。
売ってないって。そう売ってないで、あのいやクレーマーじゃないよ、安田さんめっちゃいい人だから、安田さんめっちゃいい人だから僕のところに、いや桜さん実は僕桜さんにあのメールしたんですけど返事が来なかったんで直接言おうと思って来ましたってさ直接言うために札幌まで、絶対自由が丘の方が近い。そうですよね、うん、で、あの桜さん実はその日生に問い合わせたんですけどもパンツがないって言うんだけど、桜さんパンツどこで買うんですかって言うから、いや安田さんねあれレディースなんだよって言ったら、もう周りにいた30人ぐらいもう大爆笑ですよね、そう安田さんの情熱がさ、まあすごい、もう安田さん、もう安田さんの情熱はね、もう本当ね、うん、もう情熱熱風セレナーデだよ、すごかったもうね本当にすごい安田さん、すごい安田さん、めっちゃいい人なの。安田さんありがとうございます。安田さんね本当ありがとう。あもうあっという間時間になっちゃったね。というわけ で、 そうです、ね、安田さんで終わっちゃったよもう、うん、今週はこの辺で今週はこの辺、安田さんありがとうございます。安田さんまた会おうね。ルミカペさん、ルミさん頑張って応援してます、ありがとう。